今日は九州など西日本を中心に激しい雨や非常に激しい雨となって、特に九州では土砂災害に十分厳重な警戒が必要な状況となりそうです。現在の10分天気の状況、雨雲レーダーと合わせてご覧いただいています。西日本から雨が降り出してきております。6時50分現在、西日本、九州や中国地方にも活発な雨雲かかり始めていますが、まだ九州本土や中国地方にかかっている雨雲としては比較的サイズ、規模の小さな発達した雨雲といった状況です。現在大分県内、雨の月々では 17.5 ミリ程度の雨、という状況。ただ梅雨前線本体に、沿って連なるより発達組織化した雨雲が現在対馬にかかってきています。対馬、長崎県対馬のアメダスワニ浦では1時間 23.5 ミリの雨量を6時40分までにの1時間に観測しているような状況です。この後この前線の本体の雨雲が次第に南下をしてきて、西日本特に九州を中心に激しい雨や非常に激しい雨となる恐れがあります。3時の実況天気図ですけれども、こちら梅雨前線、低気圧から伸びて南西に伸びる寒冷前線の部分、特にこの辺りの前面で雨雲が発達しやすい状況となっています。前線の前面には非常に暖かく湿った空気が流れ込んできますので、現在はまだ小規模な発達となっている九州も、この後は日中次第に、より発達組織化してくる見通しです。降水の予想、今後のところで見ていきますと、温暖前線に相当する部分、寒冷前線に相当する部分となりますが、昼前から九州本土や中国地方、そして四国などでも積乱雲がかなり活発く組織化する可能性があります。特に場所によっては同じ地域で長時間、数時間にわたって非常に激しい雨、1時間50ミリを超えるような雨量となる可能性があります。雨の範囲は夜にかけて東日本や北日本にも拡大をしていきます。特に厳重な警戒が必要な九州エリアですけれども、先日7月2日から3日のあたりにかけても発生している大雨、それに伴いまして土の中の水分量がまだまだ非常に多い状態、特に山沿いを中心に300ミリ以上となっているところも各所にあります。ここに加えてさらに短時間の降雨、あるいは数時間の降雨となりますと、土砂災害が非常に発生しやすい状況です。土砂崩れなど起きやすい場所には絶対に近づかないようになさってください。で、引き続き最新の情報はウェザーニュースのアプリからも確認いただけます。